のの道はリ中のよう WBA&IBF スーパーフライ級王座統一戦7日両国国技館で WBA 世界スーパーフライ級王者井岡一翔35イコール姿勢が IBF 同級王者フェルナンド・マルティネス32アルゼンチン2例対3の判定で敗れて王座統一に失敗した2011年2月の世界王座初ダッシュから13年以上 世界のトップレベルで戦い続けてきた35歳の大ベテラン。約5年半ぶりの黒星を喫したことで身体が気になるところだが、今後については、考えていることが全くの白紙になったので、考えようがない。今はゆっくりしたいと具体的には語らなかった。現役続行か引退か、仮に現役続行となれば、どのような道を歩むのか。スーパーフライ級の世界王者はマルティネス。 6月末に井岡が対戦を希望していたフアン・フランシスコ・エストラーダメキシコから WBC 王座を奪取したジェシー・ロドリゲス。24イコール米国、WBO は20年大みそかに井岡に敗れた田中恒成、畑中、ガイル。だが、いずれも対戦するのは手詰まりの現状だ。マルティネス陣営は支払いのいいところとやりたいと強調しながら、 ロドリゲスと田中を今後の相手候補に挙げたのに加え、井岡が望むなら再選の考えもあるとした。だが、井岡陣営の関係者は契約に再選条項は基本的にはないと明言。また、マルティネスには WBA 暫定王者デビッド・ヒメネス、コスタリカとの団体内王座統一戦もありえる。ロドリゲスはエストラーダと再選条項があるため、ダイレクトリマッチを行うものとみられる。 さらに、エストラーダ戦で少なくとも50万ドル、約8000万円、以上を手にしたといわれ、パウンド・フォー・パウンド、TFP= 全階級を通じたランキング、5位に上昇するなど評価を高めており、ファイトマネーの高騰も必至だ。田中は井岡へのリベンジを熱望しているが、井岡自身が彼との戦いは自分の中で終わっている。 彼と戦いたい気持ちはないと再戦に否定的な考えを示している。残るはノンタイトル戦からの再起だが、11戦連続で世界戦を続けてきた選手にとって現実的ではなさそうだ。井岡は5日の会見では、最後の試合になるかもしれないとも語っていた。井岡といえば恒例の大晦日マッチを12度も言ってきた大晦日の顔。今年の年末は再び井岡の顔を見られるだろうか。